会場にお越しの皆さん、こんにちは。名古屋学生チーム、チャルです。この演舞が27年目の作品、初披露となります。夢の陶芸祭で披露できることに感謝し、見てくださる皆さんに明日に挑む勇気を与えられるよう精一杯演舞いたします。どうぞよろしくお願いします。